カミナミのベトナム天国へようこそ。というわけでですね、本日はこの高島屋サイゴンセンターの横っちょにあるですね、ヒンドゥー教の寺院スリタンディ・ユッタパにやってきました。じゃじゃん。その外装はね、割とシンプルな感じですが、中がどうなってるのか早速行ってみたいと思います。靴を脱いで、靴は靴箱に入れます内側のこちらの方を見ていきたいと思います。すごいですね、タイルサイドがとっても可愛い。そう、ここの寺院は実はタイルサイドがすごい美しいということで有名なんです。
タニュータパニ寺院で人気のタイルで、ザクロ、おもザクロ、全部ザクロ、あ、ザクロの花の一生みたいな感じかな。ザクロの花が咲いて、なんか実、花、モモモンってなって食べれるみたいな感じだけど、多分そんな感じよね。このザクロの花めっちゃ可愛いね。久々に来ましたけど、やっぱいいですね。で、ここまで黄色のケースの花で、実はここ2階に行けるスペースもあるので、ちょっとあの靴をもう一度取って今度は上に行きたいので、これはハスですね。ベトナムのバリのハス。なんとですね、今靴を取りに行って入り口のあのお姉さまが教えてくれて気づいたんですけど、この下の段のところは靴履いて OK で、なんで裸足なのって言われて、あのこの上の一段高くなってる部分が土足禁止ということです。でも野生的なあなたは全部裸足でいいと思います。というわけで屋上に行きましょう。屋上へはこの入って右、それでは上に行ってみたいと。到着、じゃじゃーん。なんですね、本当にこの大都会ホーチミンの中心でですね、なんかぽっかりここだけ不思議な感じになってます。なんか今日はですね、道でおじちゃんがずっとカラオケをし続けているので結構ノイジーなんですけど、普段は本当にすごい静寂な感じの神聖な空間で今日はでも騒がしいからなんとも。それでここに、はい、もうだいぶね、なんかその太陽光で色あせた感があるんですけど、はい、あの神様のオブジェがあります。結構面白い。よくよく見ていても面白いんですよ。あの真ん中の、私がいつも気になっているのはこの真ん中のネクタイしてる男性で、これがこの、なんでしょう、時系列の衣装がね、なかなか変わっていくんですよ。こちら側に来るとタンクトップになるっていうちょっとなんかフレディ・マーキュリーを彷彿させるような感じになりますね。なんかあの人間というか神様たちのサイズ感もそれぞれすごい面白い、見ていて結構飽きてる。あのあっちにあのビンコムセンターが見えるんで、ちょっと今木で見づらいんですけど、でそこは工事中ですね。で今度その先ほどのね、中間にいた青年が今度は裸になる、上裸になるっていう。クジャクもいて、ね、元々の色がだから多分もっとすごい鮮やかだったと思うんですね。このなんか女性の洋服とかも多分もともとはピンクだったり赤だったりしたのかなっていう片鱗が見れるので、なんかね、元々の色が結構気になります。そしてここに間にこう手でペタって貼ったなんか手形がついてます。不思議な空間となっております。こちらの、ね、面は中間の青年はまた半袖シャツになる。不思議な、はい、不思議な感じが。このなんかこの神さんはちょっと顔がね、お猿さんの感じになったりとか、この手前の下のなんかヒンドゥー教らしい感じの食べ物があります。意外とこの屋上に入れることは知らない方が多いので、ぜひ、ね、来たら屋上にも上がってみたいと思います。今日もなんかね、今雨季なのでちょっとパラって雨が降ったから、もしかしたら今日ちょっと難しいかなと思ったんですけど、来れてよかったです。